を代表、藤枝を代表する藤枝前 FC は今季初の J2 リーグを戦う新興勢力、一方 J1 優勝3回を誇るなど、今前半の笛が鳴りました。ホーム藤枝は左から右に攻めます。さあ鈴木優斗抜け出して中に送ってジャーメインのヘディング、上田が右手で塞ぎます。ここ背後取ってね、やっぱ上原選手いいクロスで鈴木選手左足でしっかりふんわりして、まあ、ちょっとマイナスいったんですかね、はい、ジャーメイン選手でもしっかり枠内飛んでましたし、上田選手ナイス。久保横山つないでいきます。左岩渕ありますよ、折り返して、ありますよ、渡辺前にはスペースがあった、渡辺あと今ちょっとフラッグが上がってオフサイドです。攻撃するっていうところなんで、はい、これが先ほどのシーンオフサイドだったシーンです、ね、そうです、ね、三浦が出てきます。古川あと渡辺、あ渡辺、あ2枚目ですね、渡辺選手2枚目、はい、で松本選手も非常にいい動きを見せました。その松本に代わってファビアン・ゴンザレス、リカルド・クラスター決めました。ジュビロ先制、アウェーで岩田が先制です。コーナーキックからリカルド・グラスター今シーズン初ゴール。これ手で押さえつけてるんですけど、しっかり前へ入ってサイドで張って追い越す動き、藤川にボールが出ました。中にはジャーメイン、ここに松原光がいて右足持ち替えてさらに中に突破を図る、はい、ゴールキーパー掴みました。ですが今ハンドを取られたでしょうか。森島さん今浮かして外れました。ここでタイムアップ、岩田今シーズン初3連勝、勝利への執念を見せました。